はロゼトッポギを出前ペタで注文しました。これ最近ロゼトッポギ、ロゼの味、まあなんかトマトクリームみたいな感じだと思うんですけど、それが流行ってんのかな。なんかロゼトッポギ専門店がめちゃくちゃ増えてるんですよ。なんかコメントにもロゼトッポギ食べてくださいってあったし。今日注文したお店がチガネクレイジートッポギ、チャムシルの近くだったり、まあ、カンナム方面ソチョのところとか、あと本出店もありますね。で今回私が注文したのがクレイジーロゼトッポギで、中国タンメンとモッツァレラチーズを追加、チーズボールいろんな種類6個入りと、コチュティギン甘い唐辛子で肉を巻いたやつと8特で、合計 24,000ウォン、約2400円です。で飲み物はマスカット炭酸で。最近気に入ってる、マスカットの炭酸です。いただきます。おいしい。はい、じゃあ食べてきます。いただきます。これなんかね、ここのお店の特色でうどんが入ってます。ロゼっていうとパスタっぽいから、やっぱ麺入れてくれてるのかな。でチーズもこれかけたから、はい、たっぷりです。あ、トッポギプルプル、おいしそう。ここのトッポギプルンプルンです。ちょっと先に久しぶりだから中国タンメンを行くか。うどんと一緒に来た。うん、うまい、めっちゃプルプル。めちゃくちゃ美味しい。結構辛め、唐辛子入ってる、つぶつぶ。これキャベツも入ってます。キャベツとおでん。トッポギ、キャベツのねしんなりした食感も好きなんですよ。うん、プルプル、美味しい。ここのトッポギってお店によって太さとか長さ違うんですけど、やっぱりねちょっと長めのトッポギが美味しい、私的に。てかうどんもよく合う、これ。うん、あ、ロゼ美味しい。ロゼ、ウインナー、ピエンナ、うん、うまっ。面白い。コチュティギン唐辛子揚げです。これ食べてみよう。こんな感じでパリッパリにね、これ唐辛子ですよね。でもそんな辛くないんですよ。で、あと中にお肉詰まってます。トッポギソースにつけて食べるのが醍醐味です。うん、おいしい。春雨の麺もちょっと入ってる。うん、なんかまあ唐辛子はピーマンのほろ苦版みたいな感じの味ですね。うん、おいしい。これ久しぶりのロゼトッポギ。ロゼトッポギ昔食べたんですよね、一回動画で。もうその時は流行ってなかった頃だったかな。その時は普通のトッポギの方が好きだって思ったけど、今食べるとめっちゃ美味しい。うん、この辺チーズすごいです。ほら、中国タンメンと絡んでる。うまっ。これ中国タンメンがすごい美味しいわ。ほら、この極太感。一旦ハットク行こうか。あれ、なんか写真ではチーズっぽいの入ってたんですけど、普通にソーセージ。あ、でもちょっとチーズ出てないですか。これチーズじゃない。これはね、このケチャップで。うん、
チーズじゃないわ全然おいしい。でもおいしい。めっちゃソーセージでっかい中のが。生地がもっちり。こっちもつけて。お衣とソーセージの間にチェダーチーズが挟まってます。あ、ロゼのソースも合うな。まっ。おいしい。うん、おいしい。あ、でも今ロゼトッポギが今になって流行るの分かるかも。なんかおいしい、すごい。うわ、ちょっとこれ何なんだろうな。なんか、チャルチーズボールとチャルコグマチーズ、さつまいもチーズと、クリームチーズだそうです。どれがどれか分かんないけど、サイズは結構小さめのチーズボールです。うん、いきなりコグマ、さつまいも、さつまいもは美味しい。あ、美味しい。あ、クリームチーズだ。本当も美味しい。うん。またもクリームチーズ。どれがどれか分かんないから、ちょっとつけても美味しそう。ここ美味しい。また普通のトッポギも頼んでみよう。中国タンミョン、もちもちのやつ。うわ、これすごい長いな、ずっとつながってる。うわ、you
モッツァレラだ。めっちゃもっちりしたモッツァレラ、美味しい。さつまいも。トッポギラスト2本。食べ終わりました。ハニーマスタードつけるの忘れてた。これね、約2人前だったんですけど、意外と多かったなと思います量。なんか多分うどんがあったからね、結構その分量が増えたというかだったと思うんですけど、中国タンメンもね追加したのやっぱり必要ですね。私の中でトッポギ頼むときは中国タンメンか文もじゃかどちらかを入れたいっていうのがあって、両方入れちゃうとね結構量が多くなるんですよ。だからまあどっちか選ぶのがおすすめです。でロゼのクリームなかなか美味しい。あのこれトッポギのいつものソースにクリームを足したような感じかな。あ、私最初トマトって言ったけど多分トマトじゃないんだな。いやよくわからん、ロゼの定義が。まあ、またいろんなお店のねトッポギ食べていきたいと思います。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。